東洋パルプ株式会社はかつて存在した製紙会社である広島県呉市にある大島テリア、呉工場の前身にあたり1949年設立1989年に王子製紙に合併された東洋パルプは1949年1月クラフトパルプの生産を基として設立された 設立時の社名は、三島パルプ工業株式会社で、小規模製紙会社であった三島工業が中心となり、設立した企業であった。しかし事業家の家庭で大規模化し、三島工業の関与が薄れ、1950年3月、東洋パルプに社名を変更した。この時役員も一新され、会長の岸信介をはじめ取締役の足利師長長野守、津島十一、 小林中、監査役の世越検索など、事業計画に参加した政財界の大物が、役員に就任、祖格シュールその陣容から、東パル内閣と称された。工場用地は、広島県呉市と山口県光市の光、海軍工場跡地が、候補に上がったが、呉市が選ばれた。呉工場は1951年に着工、同年12月に創業を開始し、 ミサラシクラフトパルプの生産を開始した。しかし創業開始が、朝鮮特需による公共の終焉に重なってしまい、早々に経営に行き詰まってしまった。そこで、経営支援を役員の一人であった、伊藤中米経由で筆頭株主であった、クレハ防石に依頼、1953年1月同社に、経営権を全面的に移譲した。 同社の支援のもと企業体質改善の一環として、クラフト市への進出を計画。1954年10月に、両皿ラクラフト市の生産を開始した。その後順次生産規模を拡大していく。1961年には、愛媛県三部川での新工場建設を発表するが、翌年断念し、以降遅れ工場のみの一工場体制で運営されている。 1970年代に入ると製品の多角化を推進した。まず1970年、サラシクラフトパルプ及びサラシクラフト市の生産を開始する。1977年にはクラフト市、戦勝を脱して印刷用紙の上質紙へと進出した。しかしその一方でオイルショックの影響で1970年代以降、製紙業界の不況が深刻化し、業績が悪化した。 そこで1980年、同じ広島県の大竹市業との合併を発表するが、大竹市業が倒産したため頓挫した。静止各社の大まかな合併図大竹市業との合併を発表したこの年、東洋パルプは約55億円の経常損失を計上し、創業以来最大の経営危機に陥った。そこで、当時の大株主であった伊藤忠商事、東洋宝石、 マルベニの三社は経営再建を王子製紙に託すことを決定。1981年に王子製紙が経営に参加した。王子製紙の技術支援により設備を改善。1983年には6年ぶりに形状黒字に戻っている。1984年、王子製紙が株式の二3を取得し、東洋パルプは王子製紙の参加に入った。そして、 さらなる体質強化を目指すとして、王子製紙と東洋パルプは合併へと進み、1989年4月に合併が実行されて、東洋パルプは解散した。ありがとうございます。